装飾自分からいけないんですよ。うーん、なんかもう常に受け身の姿勢なんだろう、もうなんかご飯とかの食べに行く約束とかも自分からはできないし、なんかメールとかも自分から絶対あんまり送らないとか。え、それ待っちゃう？待っちゃう。へえ。だからガンガン来てほしいです。へえ。じゃあ逆に推しにこうちょっと弱い。そう、推しに弱いんです。じゃあ相手は肉食がいいってこと？でも来てくれる人じゃないと成立したりね。あ、そうそうそう、平行じゃない。そうだね、そっか、腰痛って確かに。要はメールが来なかったり食事のお誘い来なかったら会えないわけでしょ。うん、そっちの方がなんか辛くない？もう確かに。でもなんか送る勇気がないっていうか。え、じゃあ自分にその日何にも予定がなくてすっごい暇なのに送らない？送らない。なんで？いや、ないかも。すっごい寂しい日は？え、送ります？あのね、うん、あの テクニック送らせるように仕向ける。すごい、すごい。その技教えてください。え、どうやってどうやって？例えば送りやすくするとか、例えばあのまあ、どういう趣味の話とかになって、なんか野球が例えば好きだったとか、映画この最近この映画が見たいとかっていう話で例えば盛り上がったとして、え、私すごい行きたいとか、一緒に会うことを目的にしちゃうとダメなんだよ。映画に行きたいっていうことにポイントを置けば相手も誘いやすい。確かに。会いたいからご飯しようとかじゃなくて、何とかがしたいからみたいな、そのものを目的みたいな感じに最初はして、そうそう、だから会話の中で何に興味を持ってるかっていうところを共通の部分からつなげていくみたいな。ナイーブだからね、男性の方が。確かに。そうそうそう。女性ハートが強いだからそう、なるべく手を差し伸べやすくしてあげるとか。なるほど、勉強になる。じゃあやっぱり肉食派ですか？私は肉食だけど、その自分からガツガツはいかないで、でこう様子見ながらこう誘いやすくする。ガツガツ直球でこうメールで毎日送ったりとか、そういうことはしないで、恋愛も頭使わなきゃ。すごい。ひりちゃんは？私も結構言ったら肉食派かな。今もあの彼氏がいるんだけど、その人もあの友達の紹介ではないんだけど、友達の友達が連れてきた人、ご飯の場に、なんだけど、その中でやっぱり第一印象は別にあこの人かっこいいとか、絶対なんか付き合いたいとかそんなんじゃないんだけど、話していく中で、あ、もうちょっとなんか仲良くなりたいなって思ったから、そのご飯終わった後に自分からアドレス聞いて、そう、遊ぶ約束をして、そっから自分から聞いて送って、で結果的に何回か遊んだ中で、あの向こうが付き合おうって言ってくれて付き合うことになったんだけど、それは自分からやったから一応肉食。あの、ここぞという時は、そう、もう今推しに弱い男の人も増えてませんか？増えてると思う。装飾男子が増えてるってことだよね。なんか装飾っぽい、多分自分から行かないみたいな、行かない、受け身のこうってことだよね。増えてると思う。どうなんだろうね。なんか私のこう理論として、その恋愛に対してこうガッツがある人は仕事もできるってイメージがあって。でもそれは昔から言いますよね。装飾だけど仕事がすごくできる人ってあんまりいる？あ、いないかも。そこはでも確かにつながる。なんかそういう仕事も恋愛もしっかりできる人って人生に対して前向きっていうか、向上心があるっていうか、すごい生き生き毎日してるから、やっぱり女性から見ても魅力がすごいあるよね。そうだよね。だからあれなんだよ、年上の40代とかの男性がモテるって最近。あ、そうだ。みんな言うもん、40代50代の男性がなんか最近すごくモテるって。だから逆にアラサーの女性とかそういうのもやっぱり年下から好かれるってことは、男性もそういうしっかりした女性を求めてるってことだよね。そういうことなのね、多分。上派ですね。そうだよね、上がいいんだよね。上がいいですね。私そんなに恋愛経験結構少ないので、なんかまだどっちが合うとかわからないんですけど、でもなんとなく
甘えたい願望はあるので年上の人かな。そう、マリエさんは？私はね、なんか昔はごめんね、いや全然10代の時とかはもう格段に上が良くて、最高なんかもう30歳上とか40歳上とか、10代の頃に、10代の頃とかに、そう、随分大人で、ね、もうすごい上が良くてランディーな感じにすごい憧れてて、で20代30代ってどんどんこう年々若くなってくるね、タイプの男性が。だから甘えたいとかよりもなんかこう甘えさせてあげたいなっていうのに変わってこう徐々に、なるほど、うん、なんかこう癒してあげたいなとか、そういう比率が高くなってきたから、なんか最近は年下がいいかなと思う、ね、なるほど、奇跡、うんうん、なんか年齢とともにこう変わってくるんだなと思って。